北海道炭鉱鉄道52,980型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。北海道炭鉱鉄道がアメリカのブルックスロコモティブワークスから三両を輸入したタンク機関車で当初は K 型と称し後にリ型に改められた。元は西和鉄道が 開業用の1の3として1897年に発注したものであるが、同鉄道は未開業のまま1898年10月に解散したため、その注文流れ品を北海道大港鉄道が1900年に引き取ったものである。飽和式の2機等単式で、車軸配置は0から6から0系であるが、この軸配置の機関車としては大型の部類に入り、 所言は、鉄道作業局の B2 クラスに近い。また、ボイラーは、九州鉄道102型と同大である。原型では、連結機は、螺旋式でバッファーを備えていたが、転売に伴って連結機は、ジャニー式自動連結機に変更され、前端張りには、カウキャッチャーが取り付けられた。1906年に、北海道炭鉱鉄道が、鉄道国有法の制定により、 国有化されたのに伴い、国有鉄道席を得た。国有化を受けて1909年に実施された、鉄道院の車両形式称号規定では、1980型に改版された。北海道炭鉱鉄道では、札幌、岩見沢間で使用され、国有化後も引き続き同書で使用された。廃車は1922年で、民間に払い下げられたものはなかった。 最大軸重が14トンを超えており、軌道の脆弱な地方鉄道では使うことができなかったのが原因と推測される。ありがとうございます。